私は終わったのかね。はい、おかげさまで。ああ、それはそれは。まあ、上がりたまえ。あ、では奥様、もうこれはご挨拶代わりに。まあ、これはご丁寧に。ねえ、秋野さん、実はあなたにお願いあるざますのよ。はあ、秋野くん、犬は好きかね。犬、はい、大好きです。この犬ざんす。はあ、3日前にどこからか迷い込んできたんざいますの。持ち主を探したんですけど見つからないんですのよ。うちにはチャウがいるざましょう。珍しい犬だろ。あ、そうですね。秋野くん、もらってくれたまえ。というわけでさ、押し付けられちゃったんだよ。かわいいワンちゃんじゃない。いいじゃない、ちょっと変わってるけどとっても可愛いわ。よかった、ママが気に入ってくれて。新しく家族の一員となったこの犬の名前はネミと言います。そしてその夜。あ、嫌がれ星だ。フライマンが落ちたぞ。
が探していた流れ星の中さ。流れ星の、うん、怖がんなくてもいいよ。俺、ノンクロって言うんだ。ノンクロ？お前、リキって名前だろ？どうして僕の名前を？言って。俺には何でもわかんなさ。なんたって、宇宙からやってきた宇宙犬だもん。宇宙犬？そうだよ、リキ。これを飲んでごらんよ。はい。なんでこれ？いいから飲んでごらんって。私、ノンクロとお友達になったの。夢が覚めた。そのカプセルを飲むと犬の言葉がわかるようになるのさ。え、本当？そうさ。でもこのこと内緒だぜ。流れ星のことや言葉がわかるってこと。うん。男の約束だぜ。うん、約束するよ。よし、それじゃ地上へ出ようか。イエーイ。驚くのはこれからさ。プレゼントするよ。ノンクロ、ありがとう。ノンクロがレミにプレゼントしたリボンには不思議な秘密が隠されています。このおかしな宇宙犬ノンクロと仲良しになった僕とレミは、これからもずっと一緒に暮らそうとノンクロを我が家へ連れて行ったのです。ところが、ダメです。2匹もうちで飼えますか。本当にもう、うち中みんなで猛反対。マイホームの煽りで我が家は切り詰め体制なのです。そうよ、餌代だってバカにならないのよ。すぐに捨ててらっしゃい。わかりましたね。もう許さない。
かやってこい、ウジ虫ヌメ。自分の気持ちもわかるよ。やだ、次はお前だって。やだ、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 覚えてろ、今度こそやってみてやるからな。キキー、パパ無事だったか。よかった。野良犬に襲われたところ、モンクロに助けてもらったんだ。モンクロに、よし、モンクロを飼ってもいいよ。ママだってきっと分かってくれるさ。うわーい、やったー。そうしてノンクロは僕の友達になったのです。でも、不思議な力を持ったノンクロは一体どこから来たのかな。でもいや、これからはノンクロといろいろな冒険をするんだ。なんだか胸がワクワクしてきたぞ。